色づいた木々が綺麗ですね。皆さん、今私がどこにいるのか分かりますか？ここは日本の最高学府、東京大学です。今日はここ東京大学で興味深いワークショップが開催されるということで行ってきました。早速行ってみましょう。いらっしゃってますね。実は今日こちらではあなたの名所物語と題されたワークショップが行われることになっているんです。文京区と東京大学との連携により実施されたこの企画は、地域の公式な歴史や記録とは異なり、その場所に思い出がある人物が個人の視点で思いやイメージを語り、他者と共有することで、その場所にまつわる新しい物語を生み出そうという試みです。はじめに例題の写真を見ながら短い話を構成、物語を作る感覚をつかみます。その際、参加者には話の制作を手伝うファシリテーターがついて、一組になって進められます。発表までしっかり行います。前日本語に引っ越してきました。共通1次からセンター試験になった時に、ここで試験受けまして、で、大失敗してですね、で帰りに三白池を見ながらものすごい暗い気持ちになったという、そういう雪の中の三白池はどうだろうと思い立ち、灯台に向かいました。シーンとして雪の中の池は神秘的で、音が消えて雑念を忘れたひとときでした。ではお願いします。練習が終わると早速実践です。今度はテーマを探して実際に赤門や本郷三丁目交差点周辺に出かけていきます。私もファシリテーターの一人として参加させていただきました。同行させていただいたのは、若い頃家族で文京区に引っ越してきて春日に50年近く住んでいるという黒木三好さん。あれですよね、お左があれでしょ、はい、吉田高校でしょ、うん、綺麗ですね。綺麗な話ですけど、昔はここでさ、学生のデモがあって、あ会話をしながら記憶の糸を手繰り寄せていきます。赤門をくぐって人が多いですね。本郷通りへ。この辺も都電走ってたんですか？走ってたよ。これは水道橋の方に降りてる都電がね。ファシリテーターは積極的に質問して参加者の思い出を聞き出します。パステラ屋さんの有名だよね。このお菓子屋さんも有名だよね。そうなんですね。でここはずっと低くなってるんでしょ。あ、はい、確かに少しこう坂になってます。はい、そこで川が流れてる。川が流れてる。やってきました、本郷三丁目交差点。黒木さん、この辺りは昔湯島天神にお参りに行くのによく通ったのだとか。そうか、本郷も金安までが江戸の内って言ったっけね。そういう線流があってね、金安でしょ。で、僕の行きたいところは、はい、はい、どちらでしょう。はい、信号待ちをしている間も、僕らの学生の時代で15円だったかな、電車賃。うん、その電車都電、うん、それが30円になって、高い高いって言ったことあるんだよな。いろいろな思い出が蘇ってきます。到着したのは、この辺りですか？ここはね、はい、ここが有名なね、藤村っていうお藩主屋さん。加賀藩主前田利家が羊羹作りを家来に命じたことが起源といわれる1626年創業の和菓子屋藤村。現在は閉店しており、それを惜しむ黒木さんの顔が印象的でした。発表用に写真を撮影します。
じゃあもう一つね、あそこまで歩きたいの。はい、どうぞどうぞ。歩けるかな。近代建築の象徴スカイツリーを横目に、古き良き記憶をたどる本郷散策は続きます。もう一軒訪れたのは本郷中央教会。黒木さん、ここではどんなエピソードがあったのでしょう。現地での記憶の掘り起こしが終わったら教室に戻ります。そして物語を3分以内になるようまとめていきます。お菓子屋さんで藤井村さんでしたっけ、よく買ったりもされたんですか。うん、したよ。どんなもの買ったんですか。梅の花とかさ、菊はさすがなかったな、なんかボタンみたいなのだったね。お菓子持ってって喜ばれたとかってお話ないんですか。ないですかね。そうなる。ファシリテーターは物語の肉付けに必要な情報を参加者から聞き出し、それを書き留め、参加者の意思を尊重して物語の構築を手助けします。カラッカになっていけるダメですよ、嘘は。物語の台本ができたら、今度はそれをテレフォノスコープと呼ばれる機材で録音します。シロスメントさで黒電話が機器の一部に使用されており、懐かしさを感じます。参加者全員の録音が完成したら、最後に全員で物語を共有します。本郷三丁目、古さと新しさがせめぎ合う町、本郷三丁目。金安までは江戸の内と言われる本郷三丁目。金安側は道が広がり、新しい町が生まれています。金安の向かいには三原堂があり、春日通りは道路拡幅の計画があるところで、このお店は前からの位置にまだあります。花市はその隣にあるシャッターが長い間閉まったままのお菓子どころ藤村です。加賀屋敷にも納めていたといわれる和菓子屋で、区民もよく利用しているところでした。ある時、季節の花をかたどった練り切りを買い入れ、お茶をしているおばさんのところに届けて大変喜ばれた思いがあります。で、話はさらに湯島の方に進んだところにある教会、本郷中央教会です。敬虔なクリスチャンの女の子と教会のこの教会の催し物の技を見に行きました。二人で祭壇の前を通った時に、結婚の誓いをしてみようかなと一瞬思ったものでした。失敗しました。今ではその子の消息なども全く分かりません。これが私の本郷のささやかなエピソードです。以上。黒木さんにとって藤村の和菓子はおもてなしの味として今も心に残っているのだそうです。今日参加されてみていかがでしたか。楽しかったね。どんなところが楽しかったですか。一つは天気がいい中でね、改めて街を見て歩いたということと、そしてね、思い出したものがいろいろあるなということね。みんなでやったらね、もっといい街が見えてるんじゃないかなと思いますね。普段自分の考えていることを発表する機会ってないんで、まあ、そういった意味ではこういう場は貴重だと思いました。皆さん、いい思い出がたくさんあって、自分もこれからこの本郷でそういう思い出を作っていきたいなと思います。今後はこれをどういったことに生かされたいですか。ですね、これはコミュニティアーカイブという地域のための、アーカイブですね。そういったものを作っていこうと思っているので、もっと多くの方の声を集めていって、ぜひ文京区のためになるようなものにしていきたいと思っております。何気ない景色に埋もれている大切な思いの数々、あなたの名所物語は、そんな思いを共有し、その場所の魅力を知り、自分の知らない地域も好きになることができる、本当に素敵なワークショップでした。